上司の期待にはいい期待と良くない期待があるんです。期待をすることが部下の育成を妨げている。百害あって一利なし。任せる人がいない。この子に任せろと言うんですか。無理でしょ。この子に任せるのは無理です。こいつはきっとダメだ。物にならない。人間関係で失敗する上司って多いですよね。みんなバカばっかりだ。なんでこんなことやらないんだ。金払ってんだからこんぐらいやって当然だ。そういう人ってみんな期待値が高いんですよ。部下を選ぼうとしてるっていうことが非常に大きな問題なんですね。もっといい部下よこしてくれたらな。いい人入ってこないかな。皆さん部下選べますか。期待値を下げたらそんなことしたら仕事の質が下がっちゃいますよ。それでいいんですか。うわーいいねいいねすごいね、そんな仲良しクラブみたいなことやってていいんですか。実は上司自身が消耗しているんですよ。この部下を育てると決める。やっていくうちにですね、手応えを感じていくんですね。どうですか、上司の皆さんもエネルギーが湧いていませんか。毎日の仕事に感動できる、部下の成長に感動できる、こんな未来が待ってるんですよね。さあそれでは地味大学行ってみましょう。今日のテーマは、優秀な上司ほど部下に期待をしない、その理由についてお話します。部下に期待をすることっていいことだと思いますよね。期待してるよ、将来大物になるね、こんな期待をかけてくれる上司って素晴らしいですよね。ところが上司の期待にはいい期待と良くない期待があるんです。実は期待をすることが部下の育成を妨げている、そういう悪影響があるんですね。任せ上手な方は部下に期待をしていないんです。それは一体どういうことなのか、どうすれば部下に仕事を任せることができるのか、今日は部下への期待についてわかりやすくお伝えをしていきます。それでは行ってみましょう。さあ皆さんはこんなことで悩んでいないでしょうか。仕事を任せたい、でも任せる人がいない。私もよくリーダー向けの研修をやるんですけども、リーダーがたくさん集まって仕事を任せましょう、そんな風に言うとですね、皆さんこうおっしゃるんですね。任せる部下がいないんですと。でよくよく聞いてみると、部下はいるんです。ですけども部下の彼ら彼女らがあまりに未熟すぎて任せられるレベルにないんですと。それでも任せるって言うんだったらですね、この子に任せろと言うんですか、そんな気持ちなんですよね。これは私もそうだったんで非常によくわかります。コンサルティングの仕事でですね、いろいろ受注をもらえるようになって、お客様一社一社にですね一生懸命ご支援をしている。そんな時に上司からですね、その案件部下に触れ、部下に任せなさい、こんな風に言われても、いやこのお客さん難しいですよ、僕だから受注してくれたんです、この仕事を触れと言うんですか、しかもこの子に任せろと言うんですか、そんな気持ちになったのを覚えてます。それでですね、いろんな任せる本を読んだんですよ。もうたくさん出てます。仕事の任せ方、任せる技術、いろいろ出てるんですけども、そこで書いてあることの中で任せる相手を選べっていうのがですね、かなり書かれてるんですね。仕事がうまくいくかどうか、これは誰と仕事やるかなんだと。任せる相手を選びなさい。上司の任せ方云々ではなく、任せる相手さえ素晴らしければ仕事はうまくいきますよと。誰と組むか、相手を選ぶんだと、こんな風に書いてあったんですけども、確かにそうだなと。同じチームでも部下によって任せやすい人と任せにくい人がいて、例えば責任感もあってやる気もあってですね、能力も高かったりするとめちゃくちゃ任せられる。イメージ的には自分と似てる人って任せやすいな、でも任せられない相手っていうのがいて、なかなか噛み合わないしですね、思うように育ってくれない、任せにくい相手がいて、まあ、当然この任せにくい相手よりも任せやすい相手に任した方がうまくいきやすいですよね。まあ、それはそうだと。ですけどもどうでしょうか、皆さん部下選べますか。よくですね、部下は上司を選べないっていうことを言ったりするじゃないですか。ですけども上司も部下を選べないっていう現実ありませんか。もちろんですね、人事部とコミュニケーションを取ってこういう人をよこしてくれとか、自分はこういう人が得意なんでこういう人を回してください、そんなことを言うことはできるかもしれませんが、選べてるかというとですね、むしろどちらかというと目の前の部下を育てなきゃいけない、目の前の部下に仕事を任せなきゃいけない、そういう状況にいらっしゃる方の方が多いんじゃないでしょうか。なので僕らの悩みっていうのは、任せる相手を選んだら解決する問題じゃなくて、目の前のこの子にどう任せたらいいんですか、この子に任せろと言うんですか、これを解決することの方がはるかに問題なんですよね。その結果何が起きるかっていうと、上司がですね、任せる前から諦めてしまってるケースって多いんですよね。責任感がない、意識が低い、やる気もない、能力も低い、何度言ってもやらない、まあ、こんないろんな理由があってですね、もう無理でしょ、この子に任せるのは無理ですと。そこで淡い期待を描くんですね。もっといい部下を起こしてくれたらな、人事に掛け合ったりしながらですね、できるだけいい部下を連れてきてくれ、そしてもっといい人入ってこないかな、中小企業の経営者とかもですね、まあ、採用していい人入ってこないかな、淡い願望を抱きます。そして切ない嘆きですね、なんでうちの会社ってこんな人たちばっかりなんだろう、なんでいい部下来ないんだろう、なんでこんな人しか配属されないんだ、こういう切ない嘆き、こういうことで悩んでいませんでしょうか。実はこの問題っていうのは根本的に何が問題か、部下を選ぼうとしているっていうことが非常に大きな問題なんですね。部下は選べないのに選ぼうとしている、だから任せらんない、だから任せる相手が
いないということになってしまうと。さあではどうすればいいのか。部下を選ぶという観点では物事が解決しません。部下への期待を下げるという方法を取るしかないんですね。つまり仕事が任せられない原因というのは部下が選べないからではなくて、上司の期待が高すぎるからだと。ここに視点を切り替える必要があります。実は期待には3種類あるんですね。部下の未来への期待、現在への期待、過去への期待。こうやって分けた時に、部下の未来への期待っていうのはどんどんやっていいんですよね。むしろやるべきなんです。君の可能性はすごい、向いてるよ、素質あるね、やってごらん、きっとできるよ、期待してるよ。こういう未来に対する期待って、上司がこれを捨ててしまったらこいつはきっとダメだ、物にならない、そうやって諦めた上司と、この子には可能性があるんだそう信じる上司では、その部下の未来って全然違ったものになりますよね。もちろん伝え方としてはプレッシャーになりすぎてですね、逆に結果が出しにくくなったりもしますので、伝え方は気をつけないといけないんですけども、心の中ではこの子はきっとすごいことになる、そういう期待値を持つことっていうのは上司として非常に重要なことだと思うんですよね。ところが現在への期待値、これはどうでしょうか。え、これもできないの、これも知らないの、大丈夫、現在の仕事一個一個についてこれぐらいできるだろう、え、これも知らないの、これもできないの。そんな風にですね、期待値が高すぎると仕事の一個一個に対してダメ出しをすることになってしまう。さらに良くないのは過去への期待なんですよね。今まで何を教わってきたんだ、え、これも教わってないの、学校教育どうだったの、家庭でのしつけはどうだったの、その人の過去の人生とか生き方とか、そこでの家庭だとかチームとか恩師だとか、今仕事ができないのはしょうがない、だとしても過去まで否定されてしまう、過去に恩を受けた大切な人まで否定されてしまうような、まあ、そういう気持ちになってしまうわけですよね。これはリーダーとしては絶対にやってはいけないことです。さあ、この期待をコントロールするということが非常に重要になってくるわけなんですけども、部下に期待をするというのは未来に対してなのか、それとも現在や過去に対してなのか、これで明確に違うんですね。部下に期待することはいいことだっていうのは未来に対してなんです。未来に対してだけなんです。現在とか過去の期待値っていうのは100害あって一利なし、上げてはいけないんですね。期待値をコントロールできるかどうかというのが部下育成で非常に重要になってきます。さあ、期待値のコントロールはどうしたらできるのかということなんですけども、期待値のメカニズムを理解する必要があるんですね。期待値というのは満足度とセットなんですよ。満足度というのは期待と現実のギャップで決まると言われています。部下の仕事に対して満足をするのか不満なのか。満足度というのは簡単に言うと、皆さんが部下に対して持っている期待値、それと実際の部下の仕事、この期待と現実のギャップがどうなっているか。期待と現実がイコールであるならば、期待通りであるということで満足なんですね。これぐらいやってくれるかな、これぐらいできるだろうなと思って、その通りでした、期待が満たされましたということで満足なんですね。満足というのは満ち足りると書きますよね。期待を下回ると、これぐらいやってくれると思ったのにやってくれない、期待を下回った、がっかりだ、これが不満なんですよね。満たされずと書きます。期待を超えてくると感動が生まれるんですよね。これぐらいしかできないと思ってたら、こんなにやった、こんな結果を出した、そこに感動がある。感動とは期待を超えることなんです。これ逆に言えばですね、期待を低く持ってれば感動って生まれやすいんですよね。期待を高く持ちすぎると感動は生まれにくい。これは実は職場での感謝の気持ちにも非常に影響するんですね。感謝の気持ち、ありがとうと思う、このありがとうという気持ち、職場の中でお互い感謝し合う、ありがとうって言い合う、これすごく重要なことじゃないですか。でもこの感謝、ありがとうの反対は何だろうかと考えてみると、普通に考えればありがとうの反対はごめんなさいとかふざけんなとか、そういう言葉が浮かぶかもしれませんが、実はそうではないんですね。ありがとうの反対は当たり前なんです。ありがとうというのはあるのが難しいと書きますよね。今日あなたがここにいて、ここで仕事をしてくれてる、それはあるのが難しい、奇跡的なことだ、尊いことなんだ。あるのが難しいと思うと感謝の気持ちが湧いてくる。当たり前だと思うと感謝が生まれてこないんですよね。期待値を上げると当たり前だと思うことが増えるんですよ。これぐらいやって当たり前、これぐらいできて当たり前、そうすると出てくる言葉というのが、なんでできないの、前にも言ったよね、できて当たり前だろ、なんでわかんないかな、どうしたらできるか教えてくれ。期待値が高いとですね、当たり前基準が高くなるので出てくる言葉がこういった言葉になってしまう。これは部下のモチベーションを非常に下げるんですよね。部下への期待値を下げると、こんなこともできるんだ、これもできたんだ、すごいね、ここまでやってくれてありがたいよ、出てくるのは感謝とか感動の言葉ですよね。この違いは期待値の高さで生まれてるんです。この話をするとですね、よく言われるのはデメリットなんですよ。部下への期待を下げるのは簡単ですよ。でも本当にそれでいいんですか。期待値を下げたら部下の仕事が低くても褒めないといけないですよ。そんなことしたら仕事の質が下がっちゃいますよ。それでいいんですか。こんな風にですね、部下への期待値を下げたら仕事の質が下がる、余計に育たなくなる、育成スピードが落ちる、こんな風に言われる方が非常に多いんですよね。会社で設定してる基準があって、うちはこういうクオリティを出すんだと言ってるのに、その基準値をブワーッと下げてったら、部下がその基準を下回ったのに、うわーいいねいいねすごいね、そんな仲良しクラブみたいなことやってていいんですか。さあ、部下への期待を下げると仕事の質が落ちるのか、余計に人は育たないのか、これ答えはですね、真逆なんですね。部下への期待値を下げると部下の仕事の質は上がるんです。
そして育成スピードが上がるんです。これは本当でしょうか？部下への期待を下げるメリット見ていきましょう。まず一つ目は、部下の小さな成長が見つかる。それによって自然と褒めることができる。これはよくわかる話だと思うんですよね。期待値を下げれば、それはもう小さな成長が見えるでしょうと。コツとしては、もしも何も知らない新卒だとしたら、もしも10歳の子供だとしたら、そんな風にですね、もしもを考える。もしもこの人だったら、そんな風にですね、基準値を下げていったら、出てくる言葉は変わるんですね。ここはできてるよ、ここ良くなってるね、そんな言葉がかけられます。それによって、部下の問題点に対して、叱責ではなく、指導になる。なんでできないんだ、それ叱責になるのが、できなくて当たり前だよ。前に教えたことあったけど、まだわかんないのが普通だから、しょうがないよ。じゃあ次はこうしてみよう。そんな風に、ストレッチゴールをするんですね。期待値を下げるっていうのは、現在や過去に対する期待値だけなんです。未来に対する期待値は下げないんですね。だから、今できてなくてもいいんですよ。今はそれでいいよ。だけど次はこうしてこうね。未来に対しては期待値を下げない。だから、ストレッチゴールというんですけども、次の目標を提示できるんですよ。ストレッチというのは伸ばすという意味でですね、次の段階に持っていくこと。これをストレッチゴールというんですけども、期待値を下げる。その分褒めることができる。そして改善点については、ストレッチゴールという形で示すことができる。つまり何が起こってるかというとですね、言い方だけが変わってるんです。その結果、部下が育つ。実際、期待値を下げる前と後で何が変わってるのか。部下のやってる仕事のレベルは一緒です。その仕事に対して、期待値の高い人っていうのは叱責するんですね。なんでできないんだ？なんでダメなんだ？どうしたらできるのか教えてくれ。それに対して部下は心理的な反発を感じながら、しぶしぶと目標を掲げる。期待値を下げた場合には、大丈夫だよ。できないのが普通だよ。できないのが当たり前だよ。じゃあ次はどうするっていう風に、非常にポジティブな形で目標を掲げる。やってることは同じ。でも言い方が違う。それによって、生まれてくるエネルギーの量が全く違うんですね。これは部下から見ても、上司から見てもそうなんですよ。実は上司もエネルギーが湧いてるんですよ。毎回毎回部下にがっかりして、これぐらいやってくれると思ったのになんでやってくれないんだ、そういう嘆きとか虚しさとか無力感とか、そういうことを感じるよりも、部下の期待値を下げて、こんなできると思ってなかったのにここまでやってきた、ここまでできるのは普通じゃないよ、じゃあ次行ってみようよ、どうですか。上司の皆さんもエネルギーが湧いていませんか。現在や過去に対する期待値、これを上げることによって、実は上司自身が消耗しているんですよ。でも期待値を下げることによって、未来への期待値は下げずに、毎日の仕事に感動できる、部下の成長に感動できる、こんな未来が待ってるんですよね。さあ、推奨ワークということで、今回の学びをどう生かすか、3つご紹介させていただきます。1つ目は、この部下を育てると決める。部下を選ぼうとか、この部下じゃダメだ、この部下は自分には合ってないんじゃないか、そんなことを迷う必要はありません。他の選択肢を考えないことが重要です。なぜなら、皆さんが選べないと思っているのは期待値を上げているだけなんです。現在に対する期待値を上げて、未来に対する期待値を下げてるんですよ。この子に未来はない、未来に期待できなくなってしまう。これはもう全くのあべこべなんですね。なので、まず腹をくくる。この人と行くんだと。その上で2つ目、期待値を極限まで下げる。これをもしもトレーニングと呼んでるんですけども、入社したばかりの新卒だったらとか、自分の子供だったらという風にですね、もしも〇〇だったら、こんな風にもしも想定してトレーニングをすることをもしもトレーニングと言うんですが、皆さんの中にも期待値を下げやすい相手っていませんか。私に3歳の息子がいるんですけども、赤ちゃんに対しての期待値って低いですよね。歩けないのが当然、ぐずるのが当然、文字が読めなくても当たり前、食事の途中にフォーク投げたりスプーン投げたりするのも当然のこと。だから、そんな一つ一つにがっかりしてたら体が持たないので、これができないのが当たり前なんだと思える。だから教えてあげる。赤ちゃんに対する期待値って下げやすいですよね。でも、例えば皆さんの部下の中で年配のおじさんが部下になることもあったりすると思うんですよね。自分よりも年上なのに、何なのこの人と、何をやってきたの、その年でそれって恥ずかしくないみたいな感じで、期待値を上げがちなんですよね。これぐらいやってよ、これぐらい学んでるでしょ。でも若い方に対しては結構期待値を下げやすいじゃないですか。まあしょうがないなと思いやすい。そんな風に自分が期待値を下げやすい相手を想定して、もしもでトレーニングする。今目の前にいる人は年上のおっさんですけども、もしも若い新入社員だとしたら、そうやったら対応って変わりますよね。できなくて当然、できたらすごいことです。むしろ、なんでできるんですか、こんな風に言葉を変えていけるんですよね。これは最初はなかなか難しいかもしれませんが、やっていくうちにですね、手応えを感じていくんですね。そうすると3つ目、部下の変化に目を向けて行動を褒めていくことができます。やっぱり期待値を下げて褒めていくと、物事が好転するんですね。育ちやすくなる、関係性も良くなる、ストレスも減ってエネルギーが湧いてくる。その手応えを感じたら、それが習慣化するんですよ。どんな相手でも期待値を下げて関われるようになる。なので、職場のコミュニケーションでですね、人を辞めさせちゃう上司とか、人間関係で失敗する上司って多いですよね。そういう人ってみんな期待値が高いんですよ。期待値が高いから、これぐらいやってくれ、あれぐらいやってくれ、その高すぎる期待値を現在に向けてしまうから、みんなバカばっかりだと、なんでこんなことやらないんだ、
そうやって問題を起こしてしまうんですよね。期待値を下げる。よく飲食店とかでいろいろ不満言う、クレーマーみたいな人いますよね。ああいう皆さんも、現在に対する期待値が高すぎる。金払ってんだから今後でやって当然だ。それでイライラしてぶつけてしまうんですけども、そもそもこの金額でこの料理を出してくれる、そういう感謝があれば、飲食店での応対もスマートになりますよね。ありがとう。そんな風に言える。そういう人が増えることを、私自身は願ってます。さあ、まとめということで、この言葉で締めたいと思います。もしもトレーニングで期待値を下げ、部下の成長に感動しよう。やっぱり仕事で感動できるってすごく大事なことだと思うんですよ。これがチームで働く良さだと思うんですよね。周りのスタッフに感動し、一緒に働けることに感謝し、日々エネルギーがもらえる、こういう組織って最高だと思うんですね。でもそれには期待値を下げる必要があるんです。現在の期待値を下げる。そうしないといつまで経っても不満だらけでギスギスしたエネルギーが奪われる、そういう消耗させる組織になってしまうんですよね。そこで重要になるのがもしもトレーニングということで、これは冗談抜きでですね、好きな芸能人でもしもトレーニングするっていうのを推奨してるんですよ。皆さん好きな芸能人いますか？私自身はですね、上戸彩さん。もしも自分の部下が上戸彩だったらと思うと、部下への期待値がスーッと下げられるんですよね。仕事の失敗してもですね、ああ大丈夫大丈夫、これぐらいできなくて当然ですよ、そんな風に言ってあげられやすくなるんですよ。騙されたと思って目の前の部下を上戸彩さんだと思ってみてください。きっと変わるんですよね。例えば見事なおっさんでですね、もう皮膚もたれてちょっと太ってて、そんな人がブーたれてですね、いろんな不満言って愚痴言ってる、そういう部下であっても、この人は上戸彩なんだ、そう思うとですね、可愛く見えてきてですね、もう私無理です、こんな組織嫌です、なんとかしてくださいみたいに言ってたら、もうなんとかするよ、そんな風になりませんか？じゃ皆さんの好きな芸能人、嵐が好きだったらですね、目の前の部下が松潤だったら、桜井くんだったら、そんな風に想像してみると職場が変わってきますよね。そうやって自分の期待値をコントロールできる、もしもこれを持っておくと物事がうまくいきやすいということでですね、嘘みたいな本当の話なんでですね、ぜひチャレンジしてみてください。最後に、チーム大学では組織ではビジネスマンを対象に、成果の上げ方やチームの作り方、ビジネスに役立つ書評などをお送りしております。チャンネル登録、ツイッターフォロー、いいねボタン、コメントどうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。